ちは、さきです。ピアノを楽しみましょう。このチャンネルでは、ふよみのお手伝いをさせていただきたいと思っています。中級者以上の方は、両手を使ってふよみをする方もいると思いますが、右手でふよみ、左手でふよみ、そして両手で合わせる方もいると思います。そんな方々の力になれたらと思います。今日は谷村新司さん作詞作曲のいい日旅立ちの譜読みのお手伝いができたらと思います。前回コスモスの譜読みもしたので、山口百恵さんつながりでこの曲を選びました。今回も山口百恵さんと同じキーの楽譜を探しました。上級者向けになっているのですが、前回のコスモスよりも私は弾きやすさを感じました。私のチャンネルでショパンのワルツなどの譜読みをしている方は弾けると思いますので、
ぜひチャレンジしてみてください。楽譜はダウンロードしたものなので概要欄に貼っておきます。それとメインチャンネルでは小文字の SAKI サキとして私のオリジナル曲やクラシックを弾いた動画をアップしていますので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に貼っておきます。このチャンネルと合わせてチャンネル登録と高評価を押していただけると嬉しいです。それでは谷村新司さん作詞作曲のいい日旅立ちの譜読みに入りたいと思います。まずは右手から
では左手を弾きます。それでは合わせて弾きます。右手のポジション、左手のポジション、
最後までご覧いただきありがとうございました。両手で合わせるのはなかなか難しいと思うので、その前に私の左手の動画の音に合わせて右手で弾いてみたり、私の右手の動画の音に合わせて左手を弾いたりすると合わせた時の感覚がつかみやすいと思います。表現やアナリーゼは先生によって考え方があると思いますので、先生の指示で勉強してください。ありがとうございました。